どうも、しゅんです。こんにちは。はい、ということでですね、今回は竹本萌子さんに来ていただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。竹本萌子と言います。現在ね、ヤフー株式会社というところで働いていて、で、副業の方ではライターであったり、モデルタレントみたいな芸能活動ということもやっています。コロナウイルスとかが流行って、働き方みたいなのがとても変わったと思うんですよね。竹本さんの会社ではどういう感じで変わりましたか？私の会社では、ほぼ全ての部署がリモートを強く推奨ということで、まあ、基本的にはリモート。リモートワークになる前となった後では、そこまで自分的には生産性というか仕事の効率はあまり変わらないなっていう感じなんですね。そうですね。私の場合、リモートになる直前と直後で業務の内容が結構変わったので、私はそんなに感じてないかもしれない。なるほど。ということで、じゃあリモートワークにも対応されている竹本さんに何が一番大変かって言ったら、在宅ワークとかだと6時に普通だったら終わるけど、どうしても終わらなくて7時になったり8時になったりしちゃうなって自分が働いたら思うんですけど、それはもう6時までって自分の中で決めれるかってあるんですか？ありますね。で、かつそれを人に伝えるっていうのが結構重要だなと思ってて、リモートになってからなんかすごい業務開始のタイミングで今日はこれをやります、終了のタイミングでこれをやりましたっていうのを報告するんです、上場とチームに。で、まあ、それで、まあ、やってなかったら何も書くことがないんで、必ずそのやるっていうフェーズはありますと。で、何をいつまでにやるかっていうのを結構私は伝えるようにしてて、細かく言えば明日の何時まで、時間とかまで指定すると、まあ、自分を追い込めるっていうのもありますね。そもそものなんかスケジュール設定がうまいのかもしれないです。無理のない計画というか、まずは着手してみるっていうのはすごい大事だと思ってて、頭の中ではまあこれぐらいかかるだろうなって想像できたとしても、いざやってみたら想像の倍かかるとかっていうのは結構往々にしてあると思うので、まずはちょっとずつ最初の部分だけでもいいから手をつけてみて、あ、これこんだけかかるなっていうのをもっと具体的に想像できるようにしておくっていうのはやってる。副業をやっていく中でなんか大変だなと思う瞬間とかってありますか？副業やってていいことももちろんたくさんあるんですけど、いいことがあればやっぱ悩むことも同じぐらい増えるというか、自分ができることできないことが個人でやってるのに浮き彫りになるので、全部自分の責任になるので、なんでもその分落ち込んだりとか、メンタルで言えばそういうこともあったり。落ち込んだ時とかってどうやって回復するんですか？本読むと私は落ち着いてるかもしれないですね。しゅんさん本好きです？本好きです。じゃあ本屋さんに行って本と戯れるというか、そう、本見る。よしよしよし。副業だからこそ良かったところとかってありますか？それは、まあ、人との出会いがめちゃくちゃ増えるっていうことですかね。副業だってやっぱ対個人でヤフーの誰々ではなくて竹本萌子っていう目で見ていただけることも多いので、そういった意味でやっぱ人間関係っていうのは深く接せますね。社内だけじゃなくて社外の人とも交流できて、それが仕事につながったりとか。ヤフーさんとかそういった大きい会社の中に入って活躍する人の共通点みたいなのがあれば教えていただきたいなっていうふうに思います。人数が多い会社であればあるほど見えにくいですよね。やっぱり誰がどんな風に貢献したのかっていうのが見えにくいっていう中で、どれだけ自分をアピールできるかっていうのは正直大事だと思います。なんで別にそれってやっぱ日本人、私もそうなんですけど、自分でこれだけやりましたって言ってすごい苦手な人種だと思いますし、まあ、性格もあると思いますけど、なかなか難しいなっていう中で、別にアピールすることって全然やらしいことではなくて、それをこれだけ自分はこの仕事に対してこれだけの貢献をしましたっていうのは、会社で働いてる以上やっぱ言う責任があるというか、裏を返せば一つの仕事に対して自分はこれをここに対して貢献をしましたっていうのは言えなければいけないものなんですよね。説明責任があるというか、それを説明するっていう意味のアピールだと思うので、そこはやっぱ会社に入ってから私もすごく感じる部分なんですけど、やっぱりこううまく伝えれることっていうのは大事だなと思います。
副業もやってるってなったら会社的には、本業ちゃんとやらないと認められないみたいな気持ちもあるじゃないですか、うん、だから副業を成功されてる方ってどっちもちゃんと覚悟を持ってやられてる。そうですね、本当まさにそうで、こういうなんかメディアとかに出る時も一個一個会社に申請をするんですよね、うん、今回こういう目的でこういう人に頼まれてこういうメディアに出ますっていうのはちゃんと伝える、まあ、義務がある。業務外だとしてもやっぱ伝えなければいけないっていうところがあって、うん、伝えてる以上この子はこんだけ多分業務外でやってるけどじゃあ本業ってどうなんだっけっていうのはやっぱり評価者からしたら 気になる、私がそうだとしても気になると思うので、しっかり結果を出さなきゃいけないなと思います。5年後とかどういう風になっていきたいかとか今後やりたいこととかってありますか？何をやりたいかっていうのを考えるのがすごい苦手で、やりたいことがこう明確にない、成し遂げたいことがわからないっていう中 でその時は、まあ、生活っていうので考えるとこう、まあ、やっぱ自由な時間、犬を飼えてその犬といつでもこう旅行に行けるよう なんかドライブに行けるようなっていうのがなんかふわっと浮かんだんです。ってなったらある程度その自分でコントローラブルな仕事を選べるとか、まあ、あとある程度お金も必要だなとか、じゃあこう張り付きでやる仕事は私はできないなとか、まあもうほんとなんとなくですけど輪郭が見えてきて決めたっていうのがあって、うん、で今で言うと分かんないですね、今もとりあえず目の前のことをやるっていうので言ってて、うん、目の前のことを一生懸命やるっていう。そうですね、就活生の皆さんは実際に働いてからもまだやりたいことができないとか我慢しなきゃいけないっていうだけじゃないっていう他の道もちゃんとあるっていうことを、この動画を通じて知っていただけたらなっていうふうに思っております。というわけで竹本さん貴重なお時間をありがとうございました。ありがとうございました。